はい、皆さん、オンチャリットです。さあ、今回はですね、今季2024年夏アニメの超期待作。こちら、アサキン。負けヒロインが多すぎる負け員の感想動画撮っていきたいと思います。ということで、今回は、作1年放送のし第1話の正直すぎる感想、一切忖度ない感想ですね。つまし、マジコでもありで話していきたいと思います。ということで、めちゃ弱いじゃないですか。ということでね、まあ、放送からまだ間もないんですが、まあ、すでにですね、めちゃくちゃ良かったという声をですね、数多くいただいておりまして、なんといってもですね、この作品、イラストですね、原作のイラストをイミギ・ムル先生がですね、担当されていると。で、まあ、漫画のキャラクター原案の方もイミギ・ムル先生ということで、まあ、ゴンジの方もね、多いんじゃないかなと思いますけど、リコリコをね、キャラ付けられてた方ですよね。で、制作会社が A1 ピクチャーズということで、これも同じ、リコリコの制作会社、リコリコの制作会社といったらあれなんですけど、A1 様にもうすぐクオリティも高いというところの中で、負けヒロインが多すぎる。負けヒロインをメインに描くというね、作品なので。だから中になんかラブコメじゃないかも、みたいな話もね、聞いたりも原作のファンの方が聞いたんですけども、すごい斬新なね、話だなっていうところで、もともとタイトルはすごい知ってたんですけれども、どんな話なんだろうっていうのを思いながらですね、見させていただいて、ぶっちゃけどうだったのかというところで、バゴミシアニメでですけど、そのまずネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。ということで、ガーガ賞受賞とかね、ライトノベルね、したりとか、まあ、結構ラノベの賞とかも取ってる印象があって、ガガ文庫からね、出てる作品という中ですが、今回1話見させていただきまして、ネタバレなしの感想。結論としましては、正直ですね。面白かったということでね、もうこれが負けヒロインなのかぐらいですね、非常に魅力的な、ヒロインとはいえ、あこれだから負けヒロインなのかって説得力もあるような、まあ、髪色からしてですね、まあ、青髪まあ、青髪ヒロインは負けるみたいなねとかね、CV、あの人は負けるとかよく言われたりしてるわけなんですけれども、まあ、多分その髪色に関してはそこも意識してるんだと思うんですが、負けヒロイン、主人公っていう中で、まあ、結構キャラ紹介要素もね、割と多い1話ではあったんですけれども、笑いどころもね、抑えながら、クオリティですよね、めっちゃ高かった。さすが制作会社 A1 ピクチャーズさんというところでも、まあ、かぐや様とかね、SAO とか、制作会社でもありました。で、86とかね、やって、最近だとですね、まあ、リコリコやってたし、オレレベとかね、あれマッシュルとかね、うん、やってたりとか、新しい乗車で、ね、あ、今度はニーアオートマツとかね、やってたりという声で、まあ、かなりね、いろんな作品やられてます、非常にクオリティ高いという世代会社ですけれども、今回もね、やっぱ見て1話特に夏にぴったりだなって、まあ、キービジュアルからしてもなんかすごい夏感が強いんですけれども、うん、っていうのも思いましたし、はい。キャラも可愛いしということで、あ、もう凄まじい、素晴らしい1話だったんじゃないかなというところでね、よかったです。いやー、今季は本当ラブコメ大激戦クールだなっていうのをね、改めて思いまして、もうラブコメ好きの人は大いに楽しんでると、まあ僕もその一人なんですが、大いに楽しまれてると思いますし、まあラブコメ好きじゃない人も本当いろんなジャンルがありますので、まあそういう意味ではね、やっぱこう、何かしらにハマれるんじゃないかってクールでもあると思います。ぜひね、いろんな作品見ていただきたいと思うんですけど、負けヒロインね、もう本季でも間違いなくトップクラスの、スタートね、切ってくれたなというところでね、ございましたし、まあ本当斬新な設定というか、負けヒロインをメインに描くっていうのは、まあラブコメやったらね、必然と負けヒロイン生まれてしまうっていうのは別にいくらでもあることで、負けヒロインもめっちゃ魅力的じゃないかというところで、僕 T シャツ着てる五等分の花嫁とか、まあ、よくやっぱ有名とかでさえかのとかさ、俺ガエルとか、やっぱり負けヒロインも超魅力的で、誰々推しだって言ってね、まあ、必ずしも勝ったヒロインが一番人気かって、そういうわけでもなかったりするのが面白いところなんですけれども、今回そういった負けヒロインをメインに描くっていうところでね、どんな作品になっていくのかっていうところで、まあ、非常にね、まあ、楽しみですけども、すごいキャラもね、まあ、結構どっかで見たことないキャラでもあるんですけども、すごいキャラの個性もね、しっかり立ってましたし、はい、ちょっとこれはね面白くなりそうだなという感じでしたし、まあ、キャラクターもねやっぱイミギ・ムル先生の担当されてるのもあって、アニメのキャラクターはねまた違う方でやられてるんですけれども、まあ、すごいねそういう意味でも、川上さんですね楽しみだなと思いますし、シリーズ構成が横谷さんというところで、シリーズ構成の方に関しては新しい女性でドデンネとかね旗間王とか青足とかねやられてたりとか、監督、あ、女子無駄とかやってたんだ。うん。で、監督さんはね、初監督かな？うん、っていう感じもしましたけれども、まあ、しっかりね、まあ、この原作の良さももちろんあるんです、あると思いますけれども、まあ、キャラクターの可愛さとか演出面の良さっていうところで、構成面、まあ、構成面に関しては、まあ、引きも非常に良かったですけれどもね、素晴らしい一夜見せてくれたなというところで、今後もね、大いに楽しみな作品が始まったなと思います。面白かった。いいんじゃないですか？
でもエンディングに関してはですね、まあ、まあ、ちょ、これネタバレになっちゃうかもしれない。ちょっとまあ、ネタバレも何も聞きたくない方も、ここからもね、見ていっていただいて、ここの後ね、また後で見ていただけたらと思うんですけど、まあ、微ネタバレぐらいでね、エンディングが、まだもカバー曲というところで、まあ、アイラさんもそうなんですね、今期で。まあ、エンディングカバー曲ってやっぱ、からかい上手の高木さんのイメージが非常に強いんですけれども、最近流行りなんですが、いきなりワンクール2作品もあるっていうのはね、かなり珍しいかなと思ってるんですが、まあ、曲を作んなくていいからなんか、それともいろんな歌がなんか売れていいのか、なんか一応わかんないんですけども、これに関してはね。はい。まぁ、あ、ちょっとカバー曲、これもやってるというところでありますけどもね。はい。いいんじゃないですか。まあ、クオリティもさすがですしね、やっぱなんか背景とかすごい綺麗でしたね。まあ、キャラももちろん可愛さもあるんですけれども。はい。ということで、今後とも楽しみでございます。ということで、ネタバレなしの感想しましたね。ここからは愛の感想入っていきたいと思います。ネタバレありですね。ご注意ください。というところで、ネタバレの感想としてはですね、まあ、今回ね、まあ、柳杏奈ちゃんっていうヒロインが、まあ、最初に1話出てくるような、まあ、1話メインで描かれながら、まあ、いろんなね、まあ、今後負けヒロインになるであろうキャラが、ね、出てくれたわけなんですけれども、早速ですね、主人公の前でも柳杏奈ちゃんがね、あのもう幼馴染がしっかりこう、ポットレのキャラにあの負けるっていう、ド定番展開を見てしまって、であのしかもその幼馴染の、飲み物関節キスして飲むっていう、ちょっともう笑っちゃいましたけど。で、それを主人公に気づかれて吹き出すみたいな。主人公はラノベ好きのね、まあ、いわゆるなんかその巻きヒロインを陰で見守ってるモブキャラ的なところを主人公にするって先なんですね、この先はね。っていうところで、はい。巻きヒロインって言ってもね、やっぱこういろんな人気キャラがいるわけですけどもね、まあ、青髪キャラっていうのもね、やっぱ一種のこう負けキャラという、まあ、特にね、まあ、あのキャラが、まあ、ちょっとあんまり、その先に出らないっちゃうのあんまり言えないんですけども、はい。っていうところでね、柳ちゃん、めちゃくちゃ良かったですし、まあ、友野さんって言ったらね、声優さんですね、前期であれですよね、ワンルーム天使やられてましたよね。で、とわちゃん役、主人公役やられてたので、はい、そういう意味ではまたキャラが全然違うんでね、すごい面白いんですけど、すごい癒しキャラなんですよ。まあ、バレぶっ飛んでましたけど、柳ちゃんすごい元気っ子でね、食いしん坊みたいなキャラクターなんですけれども、なんかもうまさしく幼馴染としてこれ負けるよね、みたいな感じのね、しっかりこう付き合ってないとかさ、なんかその、なんかもうめちゃくちゃ幼馴染ムーブやってて、そのなんか、その結婚で約束をしたのがなんか 4,5 歳の時とか言ってなんかもうド定番な感じだったんですけど、これがまた面白かったですし、はい。でね、すごいね、あの幼馴染なもんですから、でそのデートにも一緒に誘われちゃって、なんかデュエットを見るとか、地獄みたいなやつとかね、いや笑わせてくれるポイントも多かったですし、まあ、その上でのね、まあ、最後のシーンとかのやっぱトーノちゃんじゃねえわ、トーノちゃん声優さんだった柳ちゃんね、可愛さとかも非常に出てましたし、まあ、表情の細かい部分とか、まあ、背景に関してもすごく綺麗でね、そこめちゃくちゃね良かったなと思って見てまして、はい。キャラの魅力も出しながら、負けヒロインとしてのね、あ、これだから負けヒロインなのか、みたいな、負けヒロインだな、みたいな見せ方が非常にうまいね、作品だったな、というのはね、思ってまして。で、その上でね、レモンちゃんとか、あと、こまりちゃん、ちょっと読み方あれですけど、で、あと、かじゅちゃん、なんかこれ妹ですよね。もう、しんこも勝ち組なんですけども、完全にね、あんないい妹がいるっていうところで、はい。こまりちかちゃんか、ね、かじゅ様、ね、いいですね、これね。いつの間にかお兄ちゃんの部屋にいるっていうことで、やばいぞっていう。で、結構キャラもね、バン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 出てきまして、メインキャラ一気に出てきたんですかね。文芸部のね、副部長の子もね、BL 好きみたいな、月の木さん。でね、キャラも出てきたりとかっていう感じで、で、最後ですね、今回はでもそんなに、描かれてなかったですけどね、カレンちゃんっていうのもね、ヒロイン、負けヒロインになった原因ですね、ポットで奪われてしまったというね、ところでしたけども、ソウスケ君。はい。ということで、まあ、今後多分ね、その各キャラのいろんな絡みもあると思うんですけども、で、いろんな負けヒロインが誕生するのかなっていうところだと思いますけどもね、非常にちょっと、これ楽しみていたらちょっとかわいそうな感じもするんですけども、またこれ面白そうですし、なんかその悲しいところにうまくギャグを加えてるので、この作品に関しては。まあ、結構ね、やっぱそのどの作品に関しても、負けヒロインってもうめっちゃ辛いんですよ、見ててね。もう見てられないみたいな展開ばっかりなんで、そういう意味でちょっとそこポップに描くことによって、また面白さも出してるし、そのやっぱ、負けヒロインも魅力あるぜっていうのか、負けヒロイン続出みたいなところの面白さをうまく出してくれるだろうなっていうね、期待させてくれる一話だったので、主人公もなんかいい具合ですよね。てか、梅田さんめっちゃやられてんな。すごいね。もう、結構やっぱ最近来てる声優さんがね、ガンガン出てる感じもしますよね。レモンちゃんね、和歌山しのさんとか、やられてますし、っていうところで、はい。
ラノベ付きのオタクとか言ってね、僕らと一緒かと思ったら違ったと。あんな勝ち組、幼馴染みじゃない、あの勝ち組のね、あの妹も持ってるというね、強属性でしたけれども、はい。こっからね、楽しみだなっていうのは思いますし、まあ、クオリティ面もね、非常に高いので、はい、そういう意味でもね、まあ、引き続き楽しめる作品になっていくのかなというのはね、思ったところでございました。はい、皆さんどうでした？ぜひね、感想とかね、原作の補足とあったらコメントもね、いただけたらというところです。夏感もね、非常にしましたし、まあ、本日夏アニメというところで、まあ、多分合わせてきたのかなと思いますけど、そこもね、非常に良かったですし、はい。いいですね。いや、ほんと今期のね、ラブコメ改めてレベル高いんでね、非常にやっぱ嬉しいですし、まあ、マケイもね、非常にいいスタートを切ってくれたなと思いますし、まあ、あくまでやっぱ1話キャラ紹介メインだったなと僕は思ってますので、こっからね、もっともっと面白く出てくるんじゃないかなと思いながら、とはいえやっぱ1話のラストとかもね、非常に良かったし、これが負けるのかみたいなね、ところと、あ、だから負けるのかっていうところをうまくね、今後とも合わせ持ってやってくれるとね、非常に面白くなってくるのかなというのは、思ってます。はーい。いや、またそれにしてもね斬新というかね、またタイトルがちょっと興味をそそられるね作品始まったかなっていうのが、こんだけの素晴らしいクオリティでアニメ化してくれてるというところでね、非常に嬉しいところですけども、引き続きね、楽しみでございます。はーい、ということで、以上となる皆さんね、コメントもお待ちしてます。引き続きですね、負けもね、また面白かったら感想動画出すかもしれません。それ以外もね、引き続き、コンテニメの感想動画、またランキング動画ですね、どんどん出していきますので、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もしてください、嬉しいです。ということで、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。